こんにちは、エンジャーです。今回のテーマは方向性結合器です。ネットワークアナライザーの解説動画でも内部の構成部品として登場した方向性結合器ですが、今回はそんな方向性結合器の原理や特性の定義、さらには回路方式について解説してみたいと思います。方向性結合器は目にする機会が少ない部品かもしれませんが、高周波の計測においてはなくてはならない部品です。難しい数式などは使わずに優しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずはマイクロストリップラインの方向性結合器をもとに、方向性結合器の原理を見ていきましょう。そもそも方向性結合器は伝送線路に流れる進行波と反射波のエネルギーを別々に取り出すことができるもので、方ポート部品として表されます。この図の場合、ポート1が信号の入力ポート、ポート2が信号の出力ポート、ポート3が結合ポート、ポート4をアイソレーションポートと呼びます。それぞれのポートは、ポート1へ信号が入力されると伝送線路上でわずかに減衰しながらポート2へと流れていきます。この時に伝送線路に並行するもう一方の伝送線路には、電磁的な結合によって進行波のエネルギーの一部がポート3へと出力されます。反対にポート4の方は、ポート3と同じように進行波のエネルギーが出力されるように思いますが、理想的な方向性結合器においてはこのポート4の出力は0となります。このように進行波のエネルギーがポート3には出力されて、ポート4には出力されないというのが方向性と呼ばれるゆえになります。ちなみに信号の入出力を入れ替えてポート2から信号を入力した場合には、電磁的な結合によってポート4に信号の一部が出力され、ポート3の方へは信号が出力されません。つまりこれを進行波と反射波に当てはめて考えると、進行波のエネルギーの一部がポート3へ出力され、反射波のエネルギーの一部はポート4から出力されるということで、そのためポート3とポート4にそれぞれ別の計測器を接続すれば、伝送線路上の進行波と反射波を分離して測定できるということになります。では次に方向性結合器の性能を表す特性の定義について見ていきましょう。方向性結合器は先ほど見たように進行波と反射波を別々に取り出すことができるものですが、この時にどれくらい無駄なくかつ高い精度で取り出せるかが性能としては重要となります。その性能を表すものに、挿入損失、結合度、アイソレーション、方向性の4つの特性があります。それぞれの特性の意味としては、ポート1から信号を入力し、各ポートの電力を P1 から P4 とすると、挿入損失はポート1からポート2へ伝送線路上を通過する時の損失を表しており、その大きさは L=-10×60 の P1 分の P2 として表されます。方向性結合器の場合は、基本的には挿入損失が小さい方が好ましいですが、並行する伝送線路に一部のエネルギーが結合して漏洩するため、ゼロにはなりません。結合度は、並行する伝送線路にどの程度エネルギーが結合するのかを表しており、ポート3に出力される電力 P3 をもとに、C=-10×60 の P1 分の P3 として表されます。この例の場合は進行波の電力を取り出すわけですが、結
結合度が低いと計測器で測定できないため、測定対象の周波数帯において高い結合度を持つことが重要です。一般的な用途においてはマイナス 20dB あたりが一つの目安として使われることが多いです。アイソレーションは結合したエネルギーがポート4の方へ伝わる大きさを表しており、 I イコールマイナス 10×60 の P1 分の P4 として表されます。ポート4からは理想的には結合したエネルギーが出力されないはずですが、実際の方向性結合器においてはある程度の大きさの漏れたエネルギーがポート4から出力されます。このようにポート4に漏れるエネルギーが大きいと、進行波のエネルギーがポート3とポート4のどちらからも出力されることになり、そのことで進行波と反射波の分離の精度が下がるため、アイソレーション特性は小さい方が好ましいと言えます。そして最後の方向性は、結合度とアイソレーションをもとにどれほど進行波と反射波を分離できるかを表したもので、 D イコール I-C として表されます。先ほどまでの説明の通り、結合度が高くアイソレーションが小さいほど方向性、つまり進行波と反射波の分離性能が高くなります。この方向性が方向性結合器にとって最も重要な特性です。ちなみにそれぞれの特性を表すアルファベットは英語の頭文字を取ったもので、挿入損失はインサーションロスのロスの部分の L、 結合度はカップリングファクターの C、 アイソレーションはアイソレーションの I、 そして方向性はダイレクティビティの D を取ったものになっています。これら4つの特性は全てとは限りませんが、方向性結合器のデータシートには周波数範囲や入力電力などと並んで記載されているので、その意味についてきちんと理解しておくと良いかと思います。では最後に方向性結合器の回路方式について見ていきましょう。方向性結合器は大きく数百メガヘルツを境として、集中上数型と連装線路型に回路方式が分かれます。この分類方法は正式な呼び方ではありませんが、ここでは便宜上このように呼ぶこととします。とりあえず 100MHz 以下を周波数範囲に含めるかどうかで回路方式が変わるというように理解しておいてください。ここまで方向性結合器は伝送線路上のエネルギーが並行する伝送線路上に結合し、進行波と反射波を分離するとお伝えしてきましたが、これはいわゆる伝送線路型と呼んでいるもので、この伝送線路型において結合の度合いは波長ラムダに対して並行する伝送線路の線長が4分のラムダとなった時に最も結合度が高くなります。ある程度周波数が高い場合には波長が短くなるため、伝送線路の長さ、つまり方向性結合器のサイズが小さくなるので非常に良いのですが、一方で低い周波数をこの伝送線路型で実現しようと思うと非常に長い伝送線路が必要となるため、あまり現実的な方法とは言えません。そのため 100MHz 以下のある程度波長が長くなる低い周波数に対しては、伝送線路が並行している方式ではなく、コイルを使ってエネルギーを結合させる方式が取られます。この例では伝送線路に直列に挿入されたコイルと、伝送線路とグランド間に挿入されたコイルがそれぞれ電流センサーと電圧計として働き、それらを合成することで進行波の電力を取り出すことができます。この集中上数型ではコイルの巻き数を増やす、
つまりインダクタンスを大きくすることで低い周波数で結合度を高くすることができ、伝送線路の長さとは関係なくなるため、特に 100MHz 以下で有効な方式となります。ただし周波数が高い領域ではコイルが自己共振の影響で誘導性から容量性に変わってしまうため、周波数が高くなるに従って方向性が低下する傾向にあります。ちなみに伝送線路型も分布乗数的に見ればコイルとコンデンサーによる結合として表すことができ、その透過回路をもとに例えば抗体域化を測られることもあります。また伝送線路の形状も基板状に構成されるマイクロストリップラインに限らず、導波管や導軸ケーブル状のものなど使われる周波数帯によってその形態が異なります。ということで今回のまとめです。今回は方向性結合器の原理、特性の定義、回路方式について解説しました。原理としては電磁的な結合を介してある一方向の電力を取り出すということ、そしてその特性としては挿入損失、結合度、アイソレーション、方向性の4つがあり、このうち結合度とアイソレーション、つまりは方向性のことですが、方向性の高いものほど進行波と反射波の分離性能が高いということを意味しています。さらに回路方式としては集中乗数型と伝送線路型があり、数百メガヘルツを境として低い周波数を測定するかどうかで適用される方式が異なります。低い周波数を測定する場合には集中乗数型の方式が取られ、この方式ではコイルを使って磁気的に結合させることで進行波の電力を取り出します。一方、高い周波数を測定する場合には、こちらは主にマイクロ波帯でよく使用されていますが、マイクロストリップラインなどの伝送線路間の結合を利用して進行波の電力を取り出します。それぞれ周波数帯ごとに得手不得手があるので、用途に合わせて適切に使い分けることが重要と言えます。方向性結合器は、例えば EMC 試験においては、イミニティ試験の際に注入電圧をコントロールするためにパワーアンプとアンテナ間、あるいはパワーアンプと CDN 間に入れて使用されています。普段あまり目にする機会は少ないかもしれませんが、高周波の測定においては必要不可欠な部品なので、ぜひともその働きや特性について理解しておいてください。方向性結合器をはじめとしてこれらの高周波の部品については、実際に現場で使ってみてその働きを理解することが多いですが、特にこれらの部品は高価なものが多く、いざ使ってみて壊れたとなるとその後の始末が大変ですよね。そのため使用するにあたってはまず基礎となる知識を習得することが非常に重要です。高周波回路の設計と製作では、方向性結合器の他にも、RF アンプやアテネーター、分配器、ミキサーなど、高周波に関連する部品の仕組みを座学と回路シミュレーションを通じて学べる内容となっています。高周波の回路ってよくわからないといった方にはうってつけの内容です。回路シミュレーションに関しても、QX スタジオなどの無料の回路シミュレーターを使って再現できるようになっています。概要欄にリンクを貼っているので、興味のある方はチェックしてみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。